5月29日です。桜椿咲きました。花としては今10センチくらいしかないのでちょっと小さいです。やっぱりこの花はもともと小さい小ぶりの花ですね。花びらが6重咲きのはずなんですが、なぜか1、2、3、4枚の花びらです。でこの色は明らかに、薄紫色ですね。ちょうどスミレ色、立ちつぼスミレのようなスミレ色ですね。桃かすみの、あれよりも色が紫がかってます。桃かすみはもっと完全なピンクですけれども、ラベルの写真でいうとこれになります。これはほぼ正確に当たってますね。色合いもほとんど似てますので。そして葉っぱはもう垂れ葉といいます。もうほとんど全部くるんと垂れ下がってますね。これは垂れ葉って言いますね。で細立ちです。葉っぱも細いですし、で株立ちの数も多いですね。5月30日です。昨日咲きました桜椿です。今日は雨になってしまって雨の音がすごいです。苗が小さい割にはたくさん子供の苗ができます。放散種になってます。可愛らしい品種です。で花びらが垂れ弁ですので背も低いですので鉢植え向きですけれども、葉っぱがねかなりみんなしなって湾曲してます。で隣の桃かすみと比べますと、これは桃かすみの2番花なので小さいんですけど、それと比べてもかなり小さい、一回りも小さくなってますね。並べるとわかると思いますけれども、ですから桃かすみは大輪ですけども、大輪の三叶ですが、桜椿はそれほど大きくないですね。でも六重咲きで花びらが垂れてるのでとても愛らしい花になります。こちらはほぼ完全なピンクに近いの でこちらはそれと比べると薄紫ですね、はいはい、そして次の日に桜椿がもう一つ咲きました。花びらがでもこちらもね不思議ですね。 1,2,3,4 5枚ですね。本当は6枚なんですけど 1,2,3 あ、4枚か。あ、やっぱりこれも4枚ですね。昨日咲いたのも4枚でした。もう丸まってきましたけど4枚ですね。不思議ですね。こうやって花びらが乱れる品種なのかもしれませんね。この桜椿のように、まあ、背が5、60センチぐらいで、しかも葉っぱが細立ちで、花がとても小さい、まあ、とてもってことでもないんですけども、まあ小輪から中輪なんですけれども、花勝負で言えばこういうのはどちらかというと伊勢花勝負系がこういうタイプが多いんですね。ただラベルにも何も伊勢花勝負とも書いてないんで、ちょっと神明さんわからないんで、今のところは何系の花勝負かってちょっとわかんないんですが、まあ、こういうとても可憐でね、細立ちの花、また株もそのような葉っぱしてますから、このようなのは意外と伊勢花勝負系が多いんです。でもとても可愛らしく可憐な花ですね。本当にスミレ色です。ではまた皆様ごきげんよう。